日本共産党の佐々木健翔でございます。一昨日の財務金融委員会の地域金融に関する調査でありますが、これ実にリアルな話をお聞きすることができまして、大変参考になりました。で、融資を受けている中小業者、中小企業の方からはですね、銀行は余裕のある会社には足しげく来るが、苦しいところには来ないと、あるいは銀行によってはなかなか貸してくれないところがある、そういう話がありました。末端までこの資金が回っていないというのが実態だと思いました。日銀はマネタリーベースで、昨年3月末の146兆円から来年3月末までにですね、270兆円と倍化する目標を掲げて、それを達成するとしておりますが、どうもこの政府と日銀がいくらこの異次元の金融緩和だということで、銀行にジャブジャブ資金を供給してもですね、例えば茨城県では銀行の貸し出しは前年比でわずか 3% 台の増え方であります。特に都銀信託の融資はマイナス 2.9% であります。で、黒田総裁に率直な感想を聞きたいんですけれども、この異次元の金融緩和というものをやっているのにですね、銀行から先に資金が流れていない、この点についての感想をお聞かせいただきたいと思います。日本銀行黒田総裁。我が国の金融環境を全体として見ますと、貸出金利は企業最低の水準で推移しておりまして、企業から見た金融機関の貸出態度も私どもの短観で見ますと相当改善した状況になっているということでございまして、全国の銀行貸出残高は前年比 2% 台前半のプラスで推移しております。また特に中小企業向け貸出残高が前年比で伸びを高めておりまして、業種あるいは企業規模にも広がりが見られてきているというふうに思います。委員ご指摘のとおり、特に中小企業にとっては、資本市場での資金調達という道はなかなかございませんので、基本的に金融機関からの借り入れということになると思いますので、特にこの中小企業向け貸し出しの動向には今後とも十分留意していきたいというふうに思っております。委員長。佐々木健翔君。全体的には貸し出しが増えているとおっしゃいましたけれども、これだけ大規模な金融緩和をやっている割にはですね、伸びないというような実態であります。で、調査で明らかになったのはやはり資金需要がない、こういう話が出された点であります。例えば旅館業の社長さんの話ではですね、旅館というのは設備産業だと。で、しかし今は借りやすくはなっているけれども、消費税で客が遠のいたり従業員の給料などを考えると設備投資にあまりお金はかけられないんだと、こういうお話でありました。で、銀行の側から言わせるとですね、貸し出せって言われても資金需要がないのにね、どうやったらいいのか、危ないところには貸し出せないと、こういう状況であります。で、麻生大臣に確認ですが、国民の所得が伸びて消費が増えると、こういうことがなければですね、資金需要も伸びないわけであります。で、これはそこが鍵だと思うんですけれども、いかがですか。麻生財務大臣。マネタリーベースは銀行に日銀の金がいくら増えても、日銀当座預金の残高が増えるだけで、そこから先マネーサプライ市中銀行から街中にお金が散らないという点が一番問題なんだと、全くそうだと思います。で、これは私どもも一番気になっているところで、前に竹中平蔵大臣の時に日銀に増やせ増やせで増やして30何兆円確か増えたんだと思いますが、1円も増えなかった。で、あの時の記憶が私どももありましたので、これは間違いなく財政の方の出動をしない限りは市中で
金が動くことはない、あの時の経験からそう思って財政を柔軟に運用しなければならんと、そう決めて、あの第2の矢と2本目の矢というのを言わさせていただいて、そういった方向で動いておりますので、少しは増えてきているとは思いますけれども、もう一点やっぱり佐々木先生、やっぱりあの頃と決定的に違いますのは、企業が貯めております内部留保金の金っていうのがあれだけありましたらですね、やっぱり自己資金でありますよ。銀行に金を借りたらまた貸し剥がしなんてやったら、あの野郎と思って、まだみんなその時のやつはみんなずっと残ってるわけですから、あの嫌な思いとか悔しい思いを忘れることは、まあまだそんな物忘れ良くないと思いますね。ですからやっぱり同じことが1930年代の後半でも起きたと記録に残っておりますので、やっぱりもう少々時間がかかる、これが一点だと思います。でもう一点は給料が上がった、確かに今度あのトヨタのベースアップは2700円、日産が3500円等々、みんなベースアップも上がっております。一時金も随分出たりしておりますので、その分は確かにあの今言われた需要だと思います。で給与が上がるっていうのは、いわゆる資金需要が増えます、町で言えば設備資金と、こっち側にもう一個個人の消費の部分の金がありますので、この部分のところにちょっと今まではハンドバッグ買おうと思っても来月になったらまた下がると思ったら買えなかったのが上がるらしいというのと、給料が増えたっていうんでちょっと買ってみようかっていうことになっていくような形で回っていくと、私どもとしてはあの好循環と言えるんだと思いますけど、まだその入り口ぐらいのところで回るところまでは来ていないというのが現状だろうと感じております。委員長、佐々木健翔君。まあ、実際にはなかなかあの需要というのは増えてないわけで、まあ、あのこの前の調査でも大変印象的だったのは、給料2000円から3000円ぐらい、まあ、4000円ぐらいか上げたところがですね、雇用保険ですとかいろんな引かれるものがそれ以上あってですね、上げてもですね、もらう手取りの方が少なくなっちゃったと、こういう話だったんですね。ですからやはりあのなんかベースアップがあったあったって喜んで、ばかりは折れないような状況、しかも消費税がまた上がっていると、物価全体が上がっているとこういう状況ですので、実際にはその消費が拡大していないというのが現状ではないかと。だから資金需要がなかなか生まれない、設備投資をしようとしてもこれ見通しが立たない、まあ、こういう状況が生まれているんだと思うんですね。で黒田総裁に確認しますけれども、この異次元の金融緩和でマネタリーベースは確かに増えましたけれども、それを増やせば資金がそこの先に流れていくと、まあ、実際にそうなっていないわけで、これはいくら金融緩和してもですね、需要が伸びない限り資金は銀行から先に流れない。マネタリーベースは日銀の意思で増やすことはできるけれども、マネーストックの方はですね、日銀の意思で増やすことはできないと、これが実態ではないんでしょうか。日本銀行黒田総裁。ご指摘のマネストックは、金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量でありまして、経済物価水準あるいは金利水準などを踏まえた銀行側のこの余震行動と、他方で企業や家計の資産選択行動の結果として決まってくるものであるというふうに思います。量的質的金融緩和は強力な金利低下圧力を加える効果、そしてポートフォリオリバランスの効果があり、それらは確かに貸し出しを増やす方向に作用するというふうに思います。加えて企業や家計のデフレ期待を抜本的に転換することによって、まあ、前向きの資金需要を生み出していくと、まあ、こういったこの3つのチャンネルを考えているわけでございますが、そうした結果として先ほど申し上げたように緩やかではありますけれども、銀行の貸し出しも増えている、特に中小企業に対する貸し出しが増えているということでありまして、したがってこれらはマネーストックの増加にも寄与すると。ただご指摘のようにそのマネタリーベースがこう増えたらそれが即ですね、マネーストックの増加につながるというものではないと思います。委員長、佐々木健翔君。
まあ、よく金融はですね、この紐のようなものだと、需要側が引っ張ればその力は伝わってですね、供給、資金供給が増えていくと。でしかし、供給する側がですね、これいくら押してもね、その需要側が増えない限りいくら押してもたるむだけでですね、市中に資金が回らない、まあ、こういうのが実態ではないかと私は思うんです。それで次にですね、国債の買い入れ問題についてお聞きしたいと思います。まあ、日銀はマネタリーベースを拡大するためということで、長期国債の買い入れを増やしております。で日銀の長期国債保有残高はですね、昨年3月末の91兆円から来年3月にはですね、190兆円、倍に増やすとこういう目標を掲げて、おられますが、現在の長期保有、国債のですね、保有残高これいくらでしょうか。日本銀行黒田総裁。4月20日時点の長期国債保有残高は約158兆円となっております。委員長。佐々木健翔君。かなりのペースでですね、この増えているわけです。で、まあ、そのために、大量の国債買い入れを行って、まあ、銀行の当座預金残高が異常にこう膨れ上がっているわけです。でそうなるとですね、この事実上国債引き受け、と同じではないのか、あるいは財政ファイナンスになるのではないか、まあ、こういう問題が出てくるわけです。で確認をしたいんですけれども、もともとですね、この日銀による国債引き受けが禁じられてきた、その理由はどういうところにあったのか、この点、お示しいただきたい。麻生財務大臣。これは戦前、もしくは戦中に遡って多額の公債を日銀引き受けということにより発行した結果、まあ、我々の世代のご存知 の急激なインフレが生じたということを踏まえて、今日では他の主要国と同様に公債の日銀引き受けというものは原則として禁止するというので、確か公債の市中消化の原則って言ったかな、なんかそういう名前でそういうのをきちんと禁じているという、まあ、いうのは定めたということになっておるのが経過だと思います。委員長。佐々木健翔君。戦争中にですね、国債の無制限な軍備調達のためにということで直接引き受けを日銀が行ってですね、まあ、その後大インフレが発生をした。でその反省の上に立ってですね、戦後は日本国憲法と財政法というのは作られて、さらに日銀もですね、それに基づき独自の対応をしてきたと思うんです。で日本銀行としても安易な国債引き受けをしないように、法令上もあるいは日銀のルールとしてもですね、さまざまな措置を取ってきたと思いますが、どのようなものがあるのか、総裁挙げていただきたいと思います。日本銀行黒田総裁。先ほど麻生大臣がご指摘されたように、財政保護条で、国債につきましては、特別の事由がある場合において国会の議決を経たときを除いて日本銀行にこれを引き受けさせてはならないと規定されておりまして、こうした下で、日本銀行では償還期限の到来する保有国債の乗り換え引き受けのみを行っております。また日本銀行の国債買い入れについては、かつてはおおむね銀行券の発行残高の伸びに見合った形で長期国債の買い入れを行っておりましたけれども、2001年3月に量的緩和を導入した際、保有する長期国債の残高について銀行券発行残高を上限とするいわゆる銀行券ルールを決定したという経緯がございます。委員長。佐々木健翔君。まあ、国会の決議があった場合というのはですね、赤字国債発行法案が、提案されてそれが可決された場合ということだったんですけれども、この間ですね、そのルールもですね、棚上げされているというのが現状であります。それから今日銀券ルールということで、国債の長期国債の残高はですね、銀行券発行残高を上限とするという考え方があったわけですけれども、このルール自体は現在
こう停止されているわけですね。でこの停止した理由は何か、それから発行残高、日銀券の発行残高現在いくらかお答えいただきたい。日本銀行黒田総裁。先ほど申し上げました銀行券ルールは昨年4月の量的質的金融緩和の実施に際しまして一時停止するという扱いといたしました。これは量的質的金融緩和の導入にあたって長年にわたって定着したデフレ期待を抜本的に転換するために両室ともに次元の違う金融緩和を行うということが必要であり、そのため年間約60から70兆に相当するペースでマネタリーベースを増加させるとともに年間約50兆円に相当するペースで長期国債の買い入れを行うということを決定いたしました。こうした買い入れを進めていくもとでは日本銀行の長期国債の保有残高が銀行券発行残高を上回るということになりますので、これを一時停止したわけでございます。もとよりこの量的質的金融緩和の下での長期国債の買い入れというのはあくまでも金融政策の目的で行うものでありまして財政ファイナンスではないわけでございます。また政府においても昨年1月の政府日銀による共同声明に明記されているとおり中長期的な財政健全化に向けて市場の信任を確保するよう取り組んでいくということになっておりまして、そのことを期待しておるわけでございます。委員長、佐々木健翔君。この日銀券発行残高を超えてはならないというですね、日銀券ルールというのは、一定の歯止めの役割を果たしてきたわけなんですよ。でところがですね、この金融緩和が優先だと、いうことで邪魔になるということで、これ一時棚上げすると、一時停止すると、こういうふうなことをやって、すでに一昨年8月、2012年8月に銀行券発行残高を長期国債の保有が超えていたわけですね。でそれが今154兆円と、で日銀券発行残高は86兆円ですから約2倍、もう限度の2倍になっていると。明らかにこれルール違反、この日銀券ルールということを前提にすればルール違反をやっているということになるわけです。これはあまりにもご都合すぎだと私は思うんですが、今総裁はですね、金融政策上の必要性からやっているんだと、これは財政ファイナンスのためではないんだと、盛んにこう説明をされました。しかしそのでは日銀引き受け、というのはですね、どういうことを言うのか、判断基準、これは一体何なのか、そこを示していただきたい。日本銀行黒田総裁。これは日本の場合でも諸外国の場合でも同じでございますが、国債を発行するに際して、その一部または全部を直接中央銀行が引き受けるというものを指しているわけでございます。で現在先ほど申し上げた財政保護条の規定に従って、原則としてそういうことはしておりませんで、あくまでも現在保有している国債の償還期限が到来したときにその乗り換え発行についてのみ、国会の承認を得て、引き受けているわけでございまして、新規国債の引き受けということは一切しておりません。委員長、佐々木健翔君。日銀には以前1年ルールというのがあったと思いますが、どのようなものでしたか。日本銀行黒田総裁。確かにですね、従来、1年ルールというのがございまして、これは1967年に国債の無条件オペをするにあたって発行後1年以内のものを対象外として1年を超えるものをオペの対象とするというルールが立てられたわけでございますが、これは
2002年に、国債市場もすでに整備されて取引が活発化しているということもありまして、発行後1年以内のものでもですね、構わないと。ただ発行年限別の直近の発行2銘柄は対象とするというふうに2002年にこれを修正いたしました。でその後2010年にいわゆる包括緩和という形で資産改革のための基金というものを作って、国債の買い入れを拡大したわけでございますが、その際にこの発行後1年以内のもののうち発行年限別の直近発行2銘柄を除くというルールを対象外としたわけでございます。そして2013年、昨年の量的質的金融緩和の実施に際しまして、こうしたルールを適用しないということに、すでにその包括緩和の際にもうルールを実際上適用除外になっていたわけですけれども、それを引き続き適用しないということにしたわけでございます。佐々木健翔君。これは財政の角度から言いますと、日銀が大量に引き受ける、直接引き受けるということはやってはならないということを法律で決めておりましてね。でそれを日銀の側がですね、金融緩和を進めるからという理由でですよ、その日銀側が従来作ってきたものを次々と崩しているというのが現状なんですね。でその結果国債の引き受けが大量に膨らんでいると、これが今の実態です。で以前ですね、日銀総裁が国会答弁されていますが、例えばこれは昭和46年1971年11月1日ですけれども、参議院の予算委員会で、佐々木忠国際、日銀総裁の答弁がですね、こう言ってるんです。国債の発行を何か当然のように考えている傾向がございますが、これは中央銀行の立場から申しますと、はなはだ警戒すべき態度であると思います。国債の発行に歯止めを与えるという意味から、すでにご説明でございました財政法第4条の規定、それからまた日本銀行として今取っております国債の直接引き受けはしない、それからまた発行後1年未満の国債、あるいは政法債の買い入れは、これは右から左に消化するという印象を与えるということで、やっぱりそこに歯止めの効果を果たすために、1年未満は買い入れをしない。この2つの原則は日本銀行として強く維持していくつもりでおりますと、こういうふうにお答えになったわけです。それから、平成11年、1999年2月9日の衆議院大蔵委員会、ここで早見勝総裁はですね、国債の買い入れオペ、いくらでもどんどん買えばいいじゃないかというご意見もあろうかと思いますけれども、そうすればやはり引き受けと同じことになってしまいまして、財政節度が失われる恐れもございますし、国債の直接引き受けと大差ないことになってしまう、こう答えているわけです。で、これが日銀のですね、従来の姿勢だったわけですが、今、総裁お答えになっている日銀券ルールも外す、1年ルールも外す、でそしていわば無制限に大量に買い込んでいくと、こういうことになっているわけですね。これは従来の原則をですね、非常にその安易に、時の流れに身を任せてですね、次々と変えていくと、コロコロ変えていくと、こういうことで果たしていいのかというのが私は問われると思います。例えば国債について発行すぐですね、市場から買っている、で銀行が財務省 の実施する入札に応じて国債を買い入れ、で翌日から数日後にはですね、日銀が実施する国債買い入れ、そこで売ると、こういう取引が昨年の夏以降ですね、非常に目立つわけであります。右から左にですね、消化しているこれしか言いようがないんじゃないですか。これはやはり事実上財政ファイナンスそのものじゃないかと思いますが、どうですか。日本銀行黒田総裁。先ほど来申し上げてます通り、財政法5条で、
原則として日本銀行は国債の引き受けをしないということになっておりまして、この法律は一貫して守られてきているわけでございます。でそうした法律の枠内でさまざまな日本銀行としての、内部的なルールを国債市場の動向とかその他金融政策の必要性等に応じてそれを運用してきたということが先ほど申し上げたとおりでございます。で国債市場も非常に発展しておりまして、マーケットメイクも十分できるようになっている中で、先ほど申し上げたように特に1年以内のものはオペの対象にしてはいけないというようなことは必要性がないということで、それを緩め、そして、包括緩和の下で、その必要も、直近の2銘柄だけは買い入れ対象にしないということももはや必要ないということで、それを除外するということが起こってきたわけでございます。ちなみに諸外国の中央銀行も、国債を買い入れオペの対象とする際には、先ほど申し上げたようなかつて日本銀行やってたようないろいろな買い入れ国債対象について制限的なことはしておりません。でそうした下で金融政策として適切な運営が行われていると、私どもも金融政策としてあくまでも物価の安定が最大の使命でございますので、2年程度の期間を念頭においてできるだけ早期に 2% の物価安定目標を達成すると、そのために現在の量的質的金融緩和を行っているということでございます。佐々木健翔君。1年以内はオペの対象にしないとは言うけれどもですね、それ以上の長期国債はですね、買ってるわけですよ。例えばこれ1月の統計を見ますと、5年債、10年債、20年債、30年債、40年債のいずれの国債でもですね、新発銘柄を最も多く買っているのは日本銀行ですよ。でしかもですね、これが発行されて、次の日とか あるいは数日経ってですね、銀行から買い入れていると。要するに銀行はパイプみたいなもんでですね、直接引き受けと変わらないんですよ。でこういうことを実際にやっていながらね、何か原則守っているかのように言うのはこれはあまりにも言い逃れとしか言いようがないというふうに思います。例えば現在ですね、長期国債の発行残高に占める日銀の比率、これ何パーセントですか。単体として最大の保有主体ではありませんか。あるいは目標としている1年後にこれは一体その全体の何パーセントの保有になると想定しているんでしょうか。日本銀行黒田総裁。まず最初に先ほど申し上げたとおり、新発債であっても発行入札において金融機関が購入したものでございまして、これを日本銀行が入札によって買い入れるということは国債の直接引き受けとは全く性格を異にしているというふうに理解しております。これはちなみに諸外国でも全く同じでございます。そこでお尋ねの長期国債の発行残高のうち現時点で日銀の保有している割合はどのくらいかといいますと、12月末時点で 17% ということで、その時点のデータを見ますと日本銀行は最大の長期国債保有主体であるというふうに見られます。今後の見通しでございますが、これは政府が示しております2014年度末の国債残高見通しというのがございますが、他方で私どもの2014年12月末の長期国債の保有残高の見通しというものがございますので、その両者を用いて機械的に試算いたしますと保有割合は 20% を幾分上回るという見通しでございます。委員長。佐々木健翔君。単体では最大の保有主体でありですね、しかもこれが今 17% なのにですね、20% 超えると、金融機関を経由しているから直接ではないというけれども、それは形式だけの話であって、実態は
国が出した国債の大半をですね、そういう、市中からの買い入れという形で、まあ、いわば実質的には引き受けていると言わざるを得ないですよ。ですから今までの、ルールそのものもですね、次々とこの、まあ、いわば投げ捨ててですよ、この金融緩和というただそれだけの掛け声だけでですよ、財政ルールもですね、全部そのこれは放棄しても結構だというような姿勢はですね、これは日銀としてはいかがなものか、私は通貨の番人とか、金融の政策の、まあ、一番の総本山と言われるようなところがですね、そんな姿勢になっていったら将来の日本のですね、財政と経済は一体どうなるのか、こういうことになっていくわけであります。しかもどん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 増やしてですね、増やしているから今の国債の価格も金利もですね、まあ、一定の水準で推移していますけれども、もしこれが限界に達したときに一体どうなるのか、これはですね、まあ本当に恐ろしい感じがいたします。まあ、そういう点を今日は指摘しまして、まだいろいろありますけれども、まあ、そのうちまたやりたいと思います。どうもありがとうございました。